最近多いのがですね、ダイバルタンのシザーを買っていただいた方から多いのが、このダイバルってこの7インチのシザーなんですけど、ちょっと手が動かしづらいということだったんですよね。で、ダイバルで手が動かしづらいということで、ポイントがあります。で、ダイバルタンのポイントとしてはですね、一般的なシザーでこういうのでやったとしたら、こういうふうに切っていくんですけど、バツって切っちゃう可能性も非常に高いんですよ。いいですか？普通のシザーで切っていくとバツって切っちゃう可能性も多いんですよね、この枝毛が取るとき。プラス R じゃないんでストレート刃なので、こうやってやってたとき枝毛は取れなくはないんですけども、切り口がすごくストレートでなじまないんですよね。バツ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 って切れるんですよ。やっていただくと分かるんですけど、切れ方が、枝毛の切り方がパツパン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 ってこうなってる感じなんですね。でそれでまず馴染みがづらいと。でさらに、これで例えば普通のシザーがすごい目が粗いヤスリだとしたら、ダイバルタンはこのこっちのダイバルタンは先っちょが締まらないので、こうやってやった時にパツって切ることもないですし、こんだけ幅があれば余裕持ってできるんですね。こんな感じで。でさらにここが R になってるんで収まりがいいんですよ。頭の形と収まるように R が入ってるので、すごく収まりがよく収まります。ダイバルタンを使うと綺麗に収まるのが違いなんですね。こうやってやった時に、使ってる方は分かると思うんですけど、目の細かいヤスリで擦ってる感じなんですね。でこっちは通常のストレートシザーの方でこうやってやってる方は目の粗いやつでヤスリかけてるんで、むしろ逆に汚くなってしまう可能性があるんですよね、通常のやつやると。であとここバツって切っちゃう可能性もありますし、点点点点点って切るか、綺麗にこういう風にヤスリをかけていくかの違いがこのハサミになります。開閉の部分は結構ですね、腱鞘炎になりやすいので、なるべく負担がなくしたいんで、僕はまずここのダイバルタン使ってる方はこのビスを緩めてください。結構でポイントは ここ途中で止まんないぐらいです。パツって閉まっちゃうぐらいでいいんで、あんまり緩すぎるとちょっと髪の毛を噛んじゃうんで、もうパツってシュッていくぐらいの、最後までいくぐらいのところで緩めてください。でそうしないと親指のここが腱鞘炎になってしまうので、気をつけてください。であとはこの16湯のパホニコさんをかけたりとかしてやります。より手に負担をかかんなくしていくような感じですね。なるべく、美容人生長くカットしていきたいので、腱鞘炎になっちゃうとちょっとね後々困るので、腱鞘炎にならないように対策をしていきます。であとは開閉なんですけど、ここが一番違うのはですね、ちょっと見ていただきたいんですけど、通常ハサミの開閉って親指だけで開閉するんですけど、わかりますでしょうか。親指開閉しますよね。こういう風に開閉するんですが、このダイバルタンに関しては7インチで非常に大きいので、こういう開閉はしません。両方で開閉します。いいでしょうか。こういう感じです。ここがポイントですね。親指と上のやつをこういう風に挟む感じで開閉をしていきます。親指開閉はダメですね。これだとすごいやりづらいんですよ。こういうの開かないんですね。なんでダイナミックにいくのに両方で開閉していきます。こういう感じです。開閉の仕方はこうです。であともう一個ポイントがありまして、ここが R になってますよね。っていうことは、これ R になってるのをこっちの、R になった面、へこんでる面の方でコンベックス状に切ってるんですけども、なぜそうしてるかっていうと、髪の毛っていうのは例えばこのままこう切った時に山切りカットにもなってるわけですよね。こういうふうに丸く切ってるわけなんですけど、髪の毛ってこのハサミでいうとセンターに集まるようになるんですよ。外側に散るんじゃなくて、ただコンケープにすると外に髪って散っちゃうんですけど、要はコンベックスで切ってるんで髪の毛が真ん中に集中するように作ってるんですよね、この丸さが。なので、ちょっと難しいかもしれないですけど、こうやってやった時に通常刃との違いっていうのは、
こうやった時にこの束の取った束がこうだとしたら、この束がまずこう、まあ、センターに収まるようになるわけですね。でここはこうやっていくと、こうやっていくとセンターに収まる、センターに収まる。ただ、通常のハサミを使うとどうなるかっていうと、あの逃げちゃうとか、パツ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 って切っちゃう、切って切らさってしまう、なじまない。こうやった時に直角なんで逃げてしまってなじまないっていう感じになるんですよ。でただの枝毛カットでも本当にやり方で全然違うし、道具でも全然違うので、本当にこのダイバルタンの可能性ってこれからもどん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 出てくると思うんですよね。こういう感じにできます。で、あとは、まあ、限定動画の方でそういうのを発信してるんですけど、縦でこういう風に入れたりとかもできます。でこの縦で入れる時も、この R 刃をコンベックスで入れるのかコンケープで入れるのかによって全然変わってくるんですね。これをどうしたいかっていうのをスタイル作りを考えながらやっていきます。そういうことも作れつできます。例えば裏面を入れるとき、いいですか、髪の毛の裏面を入れるとき、これをコンベックスで入れてしまうと、あの逆に下ろしたときにここに喧嘩してしまうんで、中やるときはコンケープで入れます。ちょっと難しいでしょうか。中入れるときはコンケープで入れることによって、中をコンケープにして上をコンベックスにするっていうことで、中入れるときはこういう角度ですね、えぐってる方で入れる、で上はコンベックスで入れていく。そうすることによってより収まりが良くなるんですね。っていうような感じで、通常のシザーでは、そうですね、通常のシザーだったら、例えば通常のストレートシザーだったら中をやるのって非常に難しいんですよね。バツって切ってしまったりするんで、バツってなっちゃうんですよ。なのでそういうのができるのがこのダイバルタンが本当にいいかなと思います。中も外もこういう風に入れることができますので、まずそこがいいところですね。こういう風な感じで、簡単に入れることができるのがこのダイバルタンです。はい、でこの開閉はこういう風に開閉してくださいね。両手で、両指でっていうか、はい。そして、あと質問があったのは、あこれだ、ブラントセニングなんですけど、このブラントセニングって何かっていう と、カット率が、だいたいこれだと 50% 以上あるんですよ、カット率が。なので、結構ラインをぼかして切りたいときとか、ちょっとブラントラインじゃ怖いなっていうときとか、そういうときに、カットしていきます。まあこれロングの場合はもう小バルタンで切ってしまうんですけど、例えばまあいろいろ過去の動画を見ていただくと分かるんですけど、ラインをうまくぼかしながら切ったりとか、メンズの刈り上げとかそういうので使うのがこの、ブラントセニングっていうやつになります。でこのショーバルタンはさっきのダイバルと違うんですけど、ダイバルがこの大きさで、ショーバルタンがこの大きさになります。このぐらいになりますね。これでちょっと違うんですけど、このぐらい違います。でここをショーバルタンだったら、前に持ってきたやつをそのまま R 状にこうカットしていくとかもできますし、本当にベースカットでもめっちゃ使うんですけど、このような感じに丸く切ることもできますし、あとショーバルタンは、まあ、チョップカットは僕やらないけど、チョップカットもできます。チョップでも使えますね。こういうふうにもうすでに R が入ってるんで、そのまま引き出せばもうチョップカットのベースになります。こういうふうにできます。はい、そういう感じで、まあ結構ショーバルタンは動画で使ってるんで、そこを見てください。はい、でこの R2 セニングは何が違うかっていうと、これ普通のセニングじゃないかと思うんですけど、 R2 セニングはそぎでは使わないんですね。で、R2 セニングは何で使うかっていうと、プラントカットのかなりぼかして切る感じです。なんで例えば前髪とかを切る場合なんですけど、これでこういう風に切っちゃったら、切っちゃってもすごく綺麗に切れるのがこの R2 セニングなんですよね。 R2 セニングは本当に程よいぼかし具合ができるんで、だいたい30本から40本ぐらいシザーのセニングを
検証して僕はこれちょっとたどり着いたんですけど、この切り味が一番前髪ぼかすのに一番ちょうどよかったのがこの R2 セニングだったのでこれにしました。で、これは本当にまっすぐこう入れても全然平気ですし、前髪をちょっと縦にこうやってぼかしながらカットしていけばもう綺麗なラインが簡単に作れたりとかするんで、あと R2 セニングは結構この辺をレザーのようにこうですね、レザーってドライじゃ使えませんので、こういうふうに例えばこういうふうにカーッて、まだ切らないですけどぼかしていって丸く、さらに丸くしていったりとか、自由自在にこう使えるんですね、はい、例えばレザーでここをこういうふうにレザーでこうやってやるっていうのを、レザーってドライじゃできないんでレザーをこうやって入れるんですけれども、これは引っ張ってるテンションに関してレザーを入れてるじゃないですか。テンションかかってる状態でレザー入れてますよね。なんで、まあコンベックスに切れなくはないんですけど、基本完全コンベックスにならないんですよ、レザーっていうのは。ですけどこの R2 セニングを使えばそれができるんですよ。レザーのように使えるのがどうやってやるかっていうと、ここを例えばこういうふうにひねった状態で指でこう丸くレザーのようにカットしていくことができるんですよね。そうするとどうなってるかというと、このノーテンションの状態のところをこういうふうに丸く切ってきますから、こういうふうにですね切ってきますから、どうなるかというとここが丸く本当にコンベックスの状態で丸く切れるんですね。これがレザーカットじゃ絶対できないんで、本当に丸く丸く丸く作っていくときに使えます。だからこれ結構万能なんですよ。前髪も切れるし、いろんなラインもこうちょっと切ることができるんで、本当に。でメンズの刈り上げとかサイドのぼかしも全然使えるんで、かなり幅広く使えるのがこれです。で、ペンシルシザーなんですけど、ペンシルシザー、はい、このペンシルシザーなんですが、ペンシルシザーはスクラッチカットとかめっちゃやりやすかったりとかします。で、皆さんこれ前も動画でも何回も言ってますけど、こうやってスライドカットしますよね。こうやってスライドカット、これって実はすごいあんまり良くなくて、こっちからスライドカット入れるってことは、体の向き的にこのハサミの入るところって皆さん考えてますでしょうかね。このハサミがアタックされるところってこっちとこっちで全然違うって知ってましたかね。どうしても下からこうやって入れたとしても同じに入らないんですよ実は。で特に日本人の髪の毛ってこっちが跳ねやすいんで、こっち側から入れていくとどん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 こっちが跳ねて、こっちがこういう風になりやすいんですよね。それは皆さん知ってるか分かんないですけど、これ実は人間の体の構造上ですね、このスライドカットってちょっと微妙だったりするんですよ。ポイントで入れるにはいいんですけど、で逆側入れるって言ってもなかなか難しいですし、リフトしてる場合はいいんですよね。リフトしてる状態でスライド入れるのは若干裏も入れれるんですけど、こういう風にやっちゃえば。これがダウンステムの場合すごく難しくて、ダウンステムで入れる場合逆側入れれないんですよ。わかりますか。アップステムのスライドカットはこっちも入れれるんですけど、なので僕はスクラッチカットっていうのをこのペンシルシザーでおすすめしてます。なぜかっていうと、ステムを上げなくても同じ条件で切れるんですね。こういうふうにこう切れるじゃないですか。でこっちも同じ条件で切れるんですよ。でなおかつモデルさんがこうやって跳ねる癖があるとしたら、逆側にちょっと入れたりもできるんですね。そうすると癖を抑えながら毛量調節もしくは毛束感が作れるっていうのがこのペンシルシザーのいいところです。あとは毛先にこういう束感を縦で入れたりとかもできますし、ペンシルシザーは本当に束感とかニュアンス系には持ってこいですね。あ、そう、 T2 セニングなんですけど、あと2つですね。 T2 セニング、こちら T2 セニングなんですけども、これは10パー以下のセニングなので、本当にルーツセニングだったりとか、そういうのができます。通常のセニングと違うのはラインが出づらいっていうところですね。例えばここをパツッてやってもあまりラインが出なかったりとかですね。ただあまり僕これ横で使わないんです実は。でこれも安全パイで縦で使った方が絶対いいんで、横だとやっぱラインが多少残っちゃうんで、縦でこういう風にちょっと使っていきます。そうすることによって、よりぼかすというか
10% をさらに縦で使うともっと減るんで、全然ラインが出なくなりますね。そういう風に感じで、まあ、メンズは結構根元からルーツセイングでも使えますし、例えば、まあ、彼女の場合でしたら前髪をちょっとぼかしたりとかこするときにピークセイングは使えます。比較的すごく使いやすい、まあ、誰でも使えるようなのが、まあ、正直ね、こうやってどん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 って入れても問題ないですし、で、ちょっとここで一つやるとしたら、皆さんこうやって縦でね、セニングこうやって、僕はやらないけど、こうやって入れる人いるかもしれないですよね。で、その時に、こうやってロックしてやると見れるじゃないですか、毒が多いとか。たまにやる時もあるんですけど、このままこうやってスライドしながら T2 セニングで取ることもできますね。で、毛の量が毒が多いとか、この辺少ないから入れるには入れるとかもできますし、例えばじゃあ横で入れる場合は、根元と、これはちょっとやめよう、これはじゃあ内緒でいきます。そう、これ、普通のブランドシザーなんですけど、フェアリーのブランドシザーは、まあ、通常のシザーで、違いとしてはですね、特にないです。ただ使いやすいというか、腕じゃない、指にフィットするような作りになってて、この通常のシザーですね、チョップカットめっちゃしやすいですよ、これで。まあ、スライドカットもまあできなくはないんですけど、基本的にチョップカットとか本当に、縦でこう入れたい時とか、まあ、通常のシザーに慣れてる方はこのブラントシザー、通常のブラントシザーでいいかなと思います。で、ここがまあ6インチなんでちょっと小ぶりなやつなので、5.5 から6ぐらいの大きさですかね。小柄なので、あと指はね、指かけはちょっとこのぐらいなんですけど、ちょうどフィットするんで使いやすいと思います。チョップカットめっちゃやりやすいですよ。2セクションで切っていく、3セクションでカットしていく方にはすごく使いやすいと思います。こういう風に切っていけるんで、はい。あと毛先とかね、こういう風にこう削いでいく方とか、まあ、ちょっとね、研ぎ方変えないとちょっとバツって入っちゃう可能性があるんですけど、基本的に前髪のチョップカットとかもすごく使えるので、まあ、この辺がヘアリーシザーの違い、皆さんちょっと聞きたかった違いです。はい。なので、このような感じを、こんな感じでちょっとハサミを使いこなしていければいいかなと思うんで、僕はちなみに自分のハサミケースなんですけど、こちらで、うちのヘアリーシザー以外一切入ってないんで、これまんま営業のままなんですけど、今言ったやつが全部入ってます。それだけで営業してるんで、余計なシザーは使ってないんですね。全部自分のオリジナルシザーでやっております。はい。まあ、レザー置いてますけど、まあ、レザーは僕使わないんで、一応なんかあった時にネープのとことか使うぐらいで、基本的には全部シザーで、丸くカットしていっております。